5月23日です。お聞きいただいてありがとうございます。今日は、実は仕事休みで、まあ、休み取って、ちょっと用事があったんですけど、まあ、その用事が終わってから、ちょっと久しぶりに展覧会を見てきました。展覧会というか、まあ、展覧会か。表参道に、これギャラリーの名前が、GOFA、ゴーファーなのかしら。名前のは、これ、まあ、略称というか、ギャラリーオブファンタスティックアートというのが正式なお名前のようで、アニメとか、あと、漫画とか、ゲームとか、そういったものの展示をするギャラリーがあります。場所で言うと、わかる人はわかるとかな。青山ブックセンターが表参道にありますけど、まあ、青山ブックセンターのある建物の、まあ、手前というか、246か、道路側にある建物の中の一角。割と、本当他のフロアはオフィスとか、あと、まあ、あれか、飲食店とかが入ってるような複合ビルの中の一部にギャラリーがあります。うん、青山学院大学とかの道路挟んで向かい合ったりとか、そんなイメージですね。で、池井さんは、コミックガールズ10周年展ということで、コミックガールズという、漫画がありまして、で、まあ、今は、連載は終了したんですけど、この、まあ、連載が始まったのは2014年。で、まあ、2013年に完結した。まあ、約9年かけて完結したっていう漫画の、その展覧会ですね。で、まあ、作品中で、あれか、例えばコミックスの表紙になったイラストとか、あと雑誌に掲載された時の扉絵のイラストとか、そのあたりのカラーイラストが掲載されてたりとか、あと作者の先生の書き下ろしの、イラストが展示されたりとか、というような感じです。で、まあ、ギャラリー自体はなんかそんなすごい大きいギャラリーではないので、で、それもあってね、なんか時間ごとにチケット販売とかするぐらいの感じなんで、で、26日までなんですよ。26日の日曜日まで。なので、割ともしかしたら、最後の土日は混むかもしれないですけど、私は、今日平日で、しかもオープンと同時に入れる回のチケットを買ったので、かなりじっくり、拝見することができました。コミックガールズはね、もともと私が好きになったきっかけは、アニメ化ですね。2018年だったかな、アニメになったんですよね。ちょっと念のため、アニメがいつだったかって調べますか。アニメが、2018年の4月から6月に、アニメ化されて、で、まあ、その時のきっかけとしては、赤尾ひかるさんという声優さんがいらっしゃって、赤尾さんが主演をされたんですね。うん、で、まあ、多分赤尾さんが主演をされたアニメーションの中で、多分公開されたのが一番早いのはこの作品、だと思います。まあ、その前からあの収録とかしてた作品とかはあるんだけど、その公開された順番が、まあ、アニメって収録したタイミングと実際に放送されたタイミングが違ったりすることもあるので、まあ、多分実質赤尾さんの主演の作品で、一番最初に世に出たものはこのコミックガールズだったと記憶してます。で、これどういう作品かっていうと、漫画家さんを描いた作品で、高校生から 10代、それから20代前半ぐらいの、その女性の漫画家が、みんなで暮らしながら、例えばみんな学校に行って、で、漫画の原稿を書いてというふうにして暮らすという寮があるという設定があって、その寮に、で、暮らしている、漫画家のみんなを描いた作品です。だから、ある種、ちょっと、トキワ荘の物語の、まあ、流れを組んではいるかなっていう気がする。まあ、トキワ荘って説明した方がいいかな。その、手塚治虫先生とか、藤子不二雄先生とか、石森章太郎先生とか、赤塚不二雄先生とか、まあ、漫画を、なんて言ったらいいのかしら。その、漫画界の、その、主に児童向けの、子供向けの漫画を作品として支えた先生方が、まあ、一つのアパートに、暮らしながら、まあ、それぞれの部屋で、仕事をしていたというのが、まあ、トキワ荘ですね。今の、豊島区の南長崎かにあって、今最近、復元されてミュージアム、復元というか、まあ、当時の形を再現してミュージアムとして、展示とかもされてたりしますけど、多分その、やっぱり、その、トキワ荘の物語のような、その漫画家たちを描く、若い漫画家たちを描く青春群像劇っていう作品なんですけど、まあ、多分特徴的なのは、作者の先生がデビューした頃というのが、まあ、先生は半沢香織先生というんですけど、デビューした頃が、ちょうど10代、その学生時代にデビューされてるんですね。で、その時に、その、まあ、結構いろんな経験をされたようで、で、その経験が多分、まあ、多少なりとも反映されてるのかなと、いう気はします。まあ、どこまでご本人のね、経験が反映されてるかわからないけど、やっぱりでも、10代で、その、学生をしながら漫画を描かれていたっていうところはやっぱり重なるかなっていう気はしますね。で、まあ、アニメがやっぱりすごく良かったんですよね、その、なんだろう。その漫画っていうものに対して、やっぱりものすごく情熱がある。その大変なこともあるし、例えばなかなかね、その
ネームと言われる、その漫画のその元になる原稿を編集者の人に見てもらっても、なかなか、まあ、採用、その実際に雑誌に載るところまで至らないっていう苦労とか。だけど、仲間がいて、いろんなことをみんなで考えながら、それを漫画を描き続けるっていうところとか、なんかその情熱っていうのが、一ついいなっていうのと、あとやっぱり当時、2018年って、主演されたのが、まあ、先ほど言った赤尾光さんと、あと、その時とは同期、同じ事務所の同期の本土楓さんも、メインキャラクターを演じて、あと高橋理恵さんと、大西沙織さんという、まあ、今も皆さん人気の声優さんですけど、まあ、2018年だと、まあ、若干というか新人さん、特に赤尾さんと本土さんは、まだ事務所に所属をして、2年とか、お二人は確か3年かな、お二人は確か2015年に事務所に所属してますので、3年目か、に、まあ、多分収録したらもうちょっと前だから、なんかその、なんか特にお二人がそのお芝居にかける情熱みたいなものを、と、その登場人物の漫画にかける情熱みたいなのがシンクロしたのも、すごくいい作品だったなっていうふうに、思ってます。で、まあ、アニメは原作の中の途中まで描いて、まあ、どうしてもアニメって今3ヶ月間で13話とかで、まあ、一旦一区切りになるので、なかなか最後まで、まあ、当時連載中でもあったので、ね、まあ、途中までが描かれたんですけども、ただ、その後も、原作はずっと描かれていて、で、まあ、アニメの後の、原作っていうのもすごくいいんですよね。その、まあ、主人公が、まあ、ペンネームがカオス先生っていう、漫画家のペンネームがカオスっていうんですけど、そのカオス先生が、やっぱりちゃんと成長していくんですよね、一つずつ。最初なかなか、例えば、掲載されないっていう悩みがあったりとか、あと、編集者さんも彼女の才能にはすごく、光るものがあるんだけど、どうやったら彼女の才能が一番いい形で開くかっていうことを、まあ、叱咤激励しながら、割と、厳しめに言うんだけど、でも、才能を認めてて、なんとかして、その、雑誌に載せるとか、本を出すとか、そういうことをさせてあげたいっていうふうに考えてくれるし、で、周りの漫画家のみんなは、まあ、連載を持ってる人もいれば、少しずつ雑誌に載り始めた人もいるし、で、あと、その、彼女たち漫画家のみんなを見守る大人たちっていうのも、いて、で、さっきの編集者の人もそうだし、その、あと寮には、寮母さんがいるんですよね、その、みんなの面倒を見てくれて、ご飯とか作ってくれる。で、寮母さんがいて、で、あと、彼女たちが通う学校の先生もいてっていう。で、そこの学校の先生と編集者の人と寮母さんは、もともと同じ高校で先輩後輩でみんな漫画が好きだったっていう設定もある。だからその3人が、の青春時代もあって、で、それぞれ、今はそれぞれの道を歩んでて、で、その3人がそれぞれの見方でみんなを見守るっていうのもあって、だからその辺が、なんかすごく、その青春の真っ只中にいる、漫画家のみんなと、それを見守る大人たち。で、もう少し先輩の漫画家の人たちも、作品の中に登場して、で、話が進むにつれて、今度は後輩ができていくんですね。カオスにとっての後輩がいて、その子たちにも物語が。それがなんかすごくね、なんか、青春してるなって思うんですよね。特にもう、なんていうかな、私自身と、すごく縁遠い青春といったらいいましょう。だから要は、ね、女子高校生で漫画家で、っていう、設定って、まあ私はね、別にっていうか、そういう漫画みたいなクリエイティブなことの才能があるわけじゃないし、で、まあ漫画を読み始めた時も、ちょっともう青春という、年代じゃない。アニメ見た時ってもう、アニメを見た時にはもう40になってましたから、まあ要は、自分には経験ができなかったっていう、出来事が、その、作品に触れることで、まあ、なんだろう、疑似体験ができるというのがあって、なんかすごくいい作品だなと思ったんです。それとともに、その、先ほど言ったような、その漫画家、の精神を描くっていうところもあるし、うん、そういうのも含めてすごくいいなっていうふうに思っているので、なんか、改めていろんなことを思い出して、うん、作品の良さというか大切さみたいなものを感じることができました。うん、作品が好きな人は、まあもちろん行くのは、行って損はないと思うので、まあちょっとね、終わりまでもうあまり日がないこの週末になっちゃうので、ね、あともしかしたらちょっと最後は多分混むんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、多分チケットをちゃんとあれば、その時間をね、その時間にしか入れませんっていう、その時間にしかっていうか、その時間から入れますよっていう感じだから、それは確かにあるけど、まあ、チケットさえあれば、見ることができると思うので、行ってみるといいんじゃないかなというふうに思いました。っていうようなところで、終わります。お聞きいただいてありがとうございました。